フルハウスキッス8回目、現在は6月23日だったかな。あと1週間で1学期が終わる。まだ第2話なんだよね永遠に第2話が終わらないんだけど、どういうことなの。レッツ象形学園が終わらないんだけど。その間少しでもいいから家政婦の仕事を休めないか和也くんに相談してみよう。家政婦を休みたい。ちょっと待って、ちょっとログ見させてもらっていいですか。あー、そっかそっか、札幌に行ってお姉ちゃんの手がかりを探す。そのために家政婦はお休みしたいと。その前に教師として本採用されるかどうかって問題があるけど、それは今は考えないようにしよう。私は精一杯やった。なるようになれだわ。いやでもね、あ、ちょっとメーター見させてもらっていいですか。結構情報を見る。あー、いい感じに来てるんじゃないのかな。ティーチャーポイントも、カズヤのラブポイントも、いい感じよ。で、信頼度がみんな高いって嬉しいね。トラストゲージ。悪くないんじゃないかな。よし、気合入った。お！いやー、今日も元気だね。君が元気をまき散らしている姿はとてもいい。セフォルミダー。エイジロー、お前の正体は何なんだ。前回すごい怪しかったんだよね。あの白髪エイジローがすごい気になったんだけど、何か用ですか。エイジロー絶対この学校の呼んでいるよ。なんか関与してるでしょ。速やかに行くといい。で言うと夏美も怪しかったんだよな。なんかその周りにいる人間たちがすごいいろいろ疑心暗鬼になってきちゃった。学園長が来た。例の件だ。本採用。いや、来てくれたのね。どうもありがとう。はいはいはい。いえ、あ、理事長に桜木先生もいる。やっぱりこの二人も教師の本採用の件ですよね。うん、この1ヶ月君の働きぶりを見せてもらった。いやでも愛子ちゃんを救ったのがでかいんじゃないかな。ね、自殺少女を救ったっていう。私どうなるんでしょう。残念だけど。不採用。不採用。ちょっと任せられないってことになって。そんなわけでごめんね。あれ？伊藤君にはもう連絡した。不採用になっちゃった。短い間だったけど。これ大丈夫？バッドエンドじゃない？あら？何？不採用。こうして私は象形学院にはいられなくなった。あれ？バッドエンドかこれ。嘘や。ちょっと待って。だって結構 T シャーポイント高いよ。これじゃあ和也くんとの契約だって意味はない。けど仕方ないよね。なんとか他の方法でお姉ちゃんを探そう。大丈夫。きっと大丈夫だよ。あ、そういうシナリオか。諦めなければ道は開けるんだから。終わった。マジか。嘘。バッドエンド。マジか。どこから？いや、セーブするけど、これどっからやり直せばいい？上書きしない。マジか。ティーチャーポイントが足りなかった？あ、じゃあ、ロードで第2章の頭からやり直せるから、そこからやり直す。うわぁ、めんどくせぇ。やっべ、やっちゃった。マジかよ。こんなバッドエンドあんのか。うわぁ、今回もう終わった。すぐ終わっちゃった。どうしようかな。いや、でも一番や、第1章からやり直すなんてのはさすがに骨が折れる。やっぱ第2章の頭からロードができるから、
教師失格。マジか。20日からもできるけど、20日から挽回できるようなところあったっけ。いやないよな。だったらここからやって、このロードの時にショーの頭からやるっていうのがあるんですよ。マジでまたいやー、しょうがない、やり直すしかない。待って、既読スキップが、なんでサムネ山本先生なんだよ。レッツ昇恵学園レッツ昇恵学園が永遠に終わらないんだけど、待って、既読スキップ、既読スキップ L1 か。結構長いよ、あそこに行くまで。あー、これ既読スキップ。どうすか、さすがに動画的には早送りにするか。そうだよね、これ垂れ流しにしててもしょうがないもんな。とだから、とりあえず、だから九条とか、あれ、九条とかの対応がまずったのか。これなんだっけ、なんだっけこれ朝ごはんね、焼き鮭だったから豆腐と納豆、この辺も関係あるのかな。ちなみに今の自分のティーチャーポイントは、ちょっと待って、一回既読ちょっとあれ一回既読スキップを、あれ、ちょ一回既読スキップ、あれ、これ止まんない、止まんないよ、既読スキップが止まんない止まんない、あれ、これどこまで行くの。メニュー見さして、メニュー、あ、ここで見れる、情報、うわ、こんなだよ、ちょびだよ。ここからよくあそこまで上げたなって感じだとは思ったけど、もっともっとなのか。ほぼマックス近くないとバット入っちゃうってことかな。うわ、このゲームむずいな。で、どちらを先に起こすか、どっちでもいいわ朝日くんでもいいや。うん、じゃあちょっと、じゃあ早送り、学校パートまで早送りしちゃうかな。え、これも家政婦パートとかももう一回やり直さなきゃダメか。くー、これ大変だな。まあでも同じ展開としては同じだろうから、とりあえず、あー、全部早送りでいいか、早送りにします。で、なるべく、前回とは違う選択肢なんかを、いや、でも合ってるところは合ってるよな。孫にも衣装、素直に褒めなさいよ。怒りマークが、困り顔でいいか。カズヤのラブ度を上げつつ、ティーチャーポイント。長い戦いになりそうだぜ、まったく。頑張ります。ここか。バイオリンな、セイ君とバイオリン。ちょっとここで一回早送りはやめて、セイ君とバイオリンのところのルートを変えてみるか。ちなみに今現在6月10日とかだったかな。そんなにね、大きく選択肢を変えてるってわけではないんだけど、今現在こんな感じです。うん、でもやっぱ一回やった後だから、あ、ここはこっちだなっていうのがわかるから、多少やりやすさはある。つってももう多分30分ぐらい早送りで長いよ。大事そう。ちょっと早送りやめて、バイオリンを、なんだっけ、セイ君、これはガルネリ・デル・ジェスだよ。ああ、ガルネリ・デル・ジェスね、わかんねえよ
18世紀のバイオリン製作者。なんだセイ君が。彼の作品は希少性が高くて、いい品は値段がつけられない。なんだっけこれ。でも、あ、これは違う、偽物。この間までは確かにガルネリだった、うん、それが今はよく似てはいるけど何か違う。偽物ってこと？時々弾いてたから。生徒が弾いていいの？ちょっとごめんね、飛ばしちゃうね。弾いてみれば。あ、ケースの鍵がない。で、桜木先生が来るんでしょう、ここで。一宮くん、そ、うん、気のせいということはない。ここで私には同じに見える。バイオリンを調べに行くってのが結構実は大事だったのかな。そもそもそのバイオリンは二人、うん、いや、今回はセイクに乗っかるよ。私は理事長の学園を乱されるのが嫌いらしいんだ。うん、怖いの？だったら君は帰ってもいいよ。いや、帰らない。私今回は帰らない。私も残る。セイ君ときめいちゃうかな。よし、任して。セイ君暇だね。暇だね。暇じゃねえんだよ。2週目だからよ。うん、さっき弾けるって言ったし、ピアノじゃなくてバイオだけじゃなくてバイオリンも好きなんだ。好きか。そうだね、子供の時から慣れ親しんできたからかな。ほう、じゃあ頑張って探さないと。セイ君どうしたの？ときめいちゃった？私の美貌にときめいちゃった？思いついた。セイ君どこ行くの？困ります。いくらラ・プリンスの方でも。出た、こいつ、こいつ怖いんだよ。なんて知らん。殺人ドーベルマンを飼い鳴らしてる警備員ね。何やってるの？ああ、先生、それが一宮様がマスターキーを貸すようにと。おう、マスターキー。ケースを開けられるもう一つの鍵だよ。なるほど。しかし警備関係者以外の者が持ち出してはいけないことになっているんです。うん、やはり一宮様といえどもお貸しすることはできません。いやー、でもここはセイ君に乗っかるならとことん乗った方がいいよな。警備員さんお願いでどうにかなるかな。ダメだよ。はいや、頼み込んでみよう。うん、もしもの時は私が責任を取ります。あ、うん、しかしいいじゃない、マスターキーの一つや二つ。15分、いえ10分でいいんです。それだけで必ず返します。しかし、そういえば家政婦パートやっぱきついな。あの早送りで、早送りでやると。でも、もしバイオリンが偽物だったら、僕の言葉を信じなかった君がどうなるかは分かるよね。お、それはさっさとよこせ鍵。ほんの10分、目をつぶっててくれればいい。いや、これやっぱ意外と重要なイベントだったんですね。かな、10分間だけ。うん、わかりました。今回だけですよ。よし、最初からそうすればいいんだよ。セイ君かっこいいな。最初からそうすればいいんだよ。じゃあ確かめようじゃないの。ドキドキシュール。お、これセイ君が弾いてんの？よかった、本物だったんだね。すごく綺麗な音だったもん。セイ君、もうすぐ10分だね。あれ、何も言わず鍵を返してこよう。ほう、そうだね、本物だったんだもん。警備員さんにはちゃんと謝って。違うよ。あ、音が違った。ガルネリじゃない。なんということでしょう。当然か、本物を手に入れられれば人財産なんだから。つまりどういうことだってばよ。大変じゃない、誰かに知らせなきゃ。無理だと思うな。
僕が一人で行っているだけだもの。ほう。もういいよ。出たよ、象形の闇。ん？よくないよ。よくないよだよね。怒っか。よくないよ。だってそれ偽物なんでしょ。お、僕はそう思っているだけだよ。証明なんてできないんだ。セイ君が違うって思うなら黙ってちゃダメだよ。誰かに知らせなきゃ。かといって桜木先生に知らせるのはバイオリンの贋作って結構危険な気がするんだよな。贋作でも何百万もすることもある。そうなるとね、もう真贋をまともに鑑定できる人なんて日本にはいないんじゃないかな。イタリアかニューヨークあたりまで出かけていけば別かもしれないけど。それがわかるセイキュン、やっぱすごいな。だからね、もういいんだよ。それにひょっとしたら僕の勘違いかもしれないし。もう行こう。僕の母さんはね、あれこれセイクンルート入ってない大丈夫かな。バイオリニスト。そう、よく聞かせてくれたな。パガニーニ知ってる？パガニーニ、わかんない。ラ・カンパネラの原曲だよ。こっちは知ってるよね？知らない。もうダメだ、ダメだこの女。僕が弾いてた曲だよ。あ、そうなんだ。あれだったの。ごめん、よく思い出せないや。また今度聞かせてくれない？ダメだこの女。どうしたの？そうだね、また今度。影のあるセイ君、意味深だな。でも今んとこやっぱ一応ラブポイントが一番高いのはセイ君ちゃセイ君なんだよね。いいゴミ分だな。足がセイ君じゃない、カズヤ。遅い、何時だと思ってる？これカズヤ下がっちゃう、むしろ。どうなんだ。いや、とりあえず緑のティーチャーポイントをあげたいんだよ。あげないとバットだから。カズヤ。で、多分、そろそろ、愛子ちゃんが死ぬんだよ。愛子ちゃんが死のうとするから。でも、あの辺は間違ってなかったよな、多分。しっかり、まあ、説得して。だが、連絡ぐらいはできるだろう。何のための携帯だ。それもそうだね。それは僕のせいじゃないや。セイ君、食事がいらないときは連絡しろと人には言ってたよ。ちょっとカズヤ、嫉妬なの？私がセイキュンとイチャラブしてきちゃったから。嫉妬するカズヤとか見たいな。日付が変わって6月13日。6月13日は何がある？まあいっか、この辺はもうじゃあまた早送りにして。いや、早送りね、結構時間かかるのよ。このイラストのフェードイン、ね、フェードアウトとかが意外と人望はあるみたいなのよ。この辺ね、とわこ様関連な。いやー、この辺が分かんないんだよな。じゃあちょっと同じ感じになっちゃうと思うんで、またスキップカットカットのカットマンでいきます。これ今ですね、家政婦パートなんですけども、ピアノルームに来たらセイ君が、あー、作詞のミニゲームできる、やろうかな、ちょっと遊ぼう。もうね、今現在プレイ時間が1時間半以上やってて、すっげー長い。でも家政婦パートは結構ちゃんとやってて、今ちょっとパラメータ見れないんだけど、結構ちゃんとやってて、カズヤもいい感じだし、
あの十和子に対する対応とかを多少変えたらね、ティーチャーポイントが結構上がったような気がする。ちょっとセイ君の作詞は歌詞をつけてくれる曲をちょっと真面目にこれやろう。この前ふざけて一物とかなんちゃらやっちゃったから一物ソングになっちゃったから、どれがいいかな。ラブソング作ろうか。いやでも今回は悲劇のイメージバッドエンド迎えちゃったから悲劇の曲を作ろう。いやその曲でいいんだね。まあこまめにちょっとセーブをしてるけど大丈夫かな。今回はこれでいこう。悲劇の歌詞をつけていけばいいってことだよね。歌詞をつけてくれる。うん、あ、わかんねえよ、わかんねえよ、あ、おお、あーじゃない。いや悲劇か、悲劇はうんーじゃない。いや違う、あーか、あー。どう、セイ君、この後はどうする。あ、でもダメ出しされてない。あー、鳥肌が立つなんてことだろう、なんて美しい、あー鳥肌が立つじゃない、悲劇なんだから。あ、なんてことだろう、なんてことだろう。なんともコメントしづらいな。あれ、鳥肌の方が良かったか。この後はどうする。これでもミニゲームで一番好きかな。怪しい男が、イオリ様が、隣の男が、愛しい彼女が、怪しい男だな。まあまあだね。なんてことだろう。無難な選択って感じかな。怪しい男が。この後はどうする。セイ君が歌ってくれるの楽しいよな。怪しい女装して冷たい水に浸かり、女装して、女装じゃない、なんか変じゃない。変だね変だった。うん、どう考えても変だった。この後はどうする。小躍りをしている、小躍りをしている、なんか変な歌だな。やばい、君はこれで OK なんだ。これもダメだな。この後はどうする。女装してる、なんという悲劇。なんともコメントしづらいな。ダメ、女装をしている変態が小躍りをしている悲劇。この後はどうする。変態じゃねえかよあ、彼は何のために、これオチ、オチ大事だな、オチ。この後はどうする。小躍りをしている女装の変態は何のためにサインを待っているのか、愛を与えたもうたのか。ナイフは、わあ、これ怖いね。女装をしてる変態の小躍りをしてるやつがなぜナイフを持っているのか。なんともコメントしづらいな。いや、これいい曲になったと思うよ、セイ君。歌ってくれよ。それじゃ、歌ってみようか。うん、よろしく。これいいよ。悲劇のイメージ。いい声なんてことだろう。いい声。怪しい男が、怪しい女装をして、小躍りをしている、なんという悲劇。彼は何のためにナイフを持っているのか。悲劇だ、恐ろしい曲やね。これいいじゃん、俺この曲好きだよ。女装の変態がなぜかナイフを持って小躍りをしているっていう。意味もわからないところが多いけど、これってダメ出しされてしもたよ。センスないかもね。はい、すいません、いまいちだった。マジでセイ君、このセンスがわからないのか、セイ君。あー、つって、今ちょうど家政婦パートが今11時過ぎて終わりの時間なんだよね。ちょっとパラメーターをここで一回確認しておこうかな。
一応家政婦パートではあのみんなのお使いをしっかりこなしつつアロママッサージもしてっていう感じかな。これどうなんだろう、今回動画的にはいやカットしまくりだからまだ全然短いよな多分。まずいな、これ1日空いちゃうな多分。ちょっと2日に分けて収録するぐらいの感じじゃないともう結構こう長時間収録しちゃってるな。これやり直しになると大変だわ。ちょっと先生ポイントはだいぶ気をつけないといけないところなんだな。うん、でもね一応ちゃんとあの愛子ちゃんの自殺の件を食い止めたりだとか、あとは別にそんなにね変えている部分はないんだけど、6月20日か。まだだな。もうちょい、もうちょい時間かかるな。あ、これ飛ばしていいよ。これ飛ばしていいよ。あ、ここでちょっと。情報を。ああ、そうだよね。やっぱ、全然ティーチャーポイントが高いよね。ラブポイントはね、セイ君がちょっと、前回よりは高いかな。カズヤ、もうちょい上げていきたいな。うん。よし、スキップだ。まだまだ行くぞ。とりあえず今日の冒頭のところまでは、進めないと。はい。またまた動画は、一気にスキップ、カットカットのカットマンです。あ、6月23日、ここからだ。やっと戻ってきた！戻ってきたよ。ここからだよ。ああ、これ。ああ、長え!2 時間かかった。2時間かかったけど、どうよ、これだけ上がってれば、絶対ティーチャード最初より高いですよね。これだけ上がってれば、あとなんか途中で思ったのは全員のラブ度が関係してんのかなとか思ったけど、朝木くんがちょっと今回は低いなぁ。でもまあ本命の和也の信頼度半端じゃねえな。今回。めっちゃアロマやってるもん。いや、でもこれいけんだろ。いけんだろ、これで。うん。いや、頼むよ。いやごめんなさい、ちょっと英二郎先生飛ばすね。でもね、学園長頼むよ。いや、来てくれたのね、どうもありがとう、うん、どう理事長に桜木先生もいる。本採用の件、この1ヶ月君の働きぶりを見せてもらった。いや、ちゃんと愛子ちゃんも救ったよ。でね、結論が出たんだ。頼むよマジで。私どうなるんでしょうか。おめでとう。やったやった、もうこれエンディングでいいんじゃないかな。やった先生の授業ね。いやでも本当にちょっとだけ足りなかったって感じなんだろうね。あの緑のゲージティーチャードがちょっとしか変わんないもんね。だってね、ちょっとだけ足りなかったんだ。あ、よかった。改めてよろしくね。やっと進めるよ。よろしくお願いします。とりあえずこれで一安心。君の仕事ぶりには理事長も感心されてるみたい。よかったね。本当にこの汚職議員の息子が雑誌記者の仙道さん、今どうしてるんだろう。すっかり忘れてた。もう消されてんじゃねえの、あの雑誌記者。理事長は桜木体制の右腕で悪いことにも加担してるって言っていた。聞いてる？うん、あ、すいません。嬉しくて立ちくらみでも起こしたのかと思っちゃった。いや、ほんと立ちくらみ。なんでもなくてよかった。嬉しくて、いろんな意味で嬉しすぎて、ね、この2時間の努力よ、俺の。めっちゃ頑張ったよ。先生には夏休みの間、美術クラブの歩行を受け持ってもらいたいの。クラブの歩行？夏休みの歩行を私が担当するんですか。そう、希望者が結構いるんだよ。美術選択じゃない子まで。へえ、いいよ。
ダメじゃないですけど、札幌に行けねえじゃん。そっか。私からもお願いしたい。いい声だな、衛星。君は生徒たちに独特の接し方をしているようだね。はい。若者にとって10代の時期は最も多くのことを学べる大切な時だ。私も15歳なんだけどね。幅のある感性を養うために、君の形に縛られない個性的な授業は有益だと思う。美術歩行の件、引き受けてもらえないだろうか。はあ、それはじゃあ構わないですけども。ありがとう。給料次第だな。よかった、とっても助かるよ。絶対この桜木、お願いするね。大勢、大勢ラスボス候補だよな。それにしても理事長、桜木衛星、あ、衛星が、衛星が理事長か、大勢がお父さんね。そんなに悪そうな人には見えなかった。でも仙道さんの言ってることは嘘って感じじゃなかった。直感的にそう思えた。桜木衛星、一体影でどんなことをやっているんだ。はあ、なるほど。どこで区切ればいいのか分かんなくなっちゃった。もうちょいやってみるか、面白いから。あ、レンキュンだ、レンキュン。坂巻くん、夏休みの歩行やるんでしょ。うん、僕申し込んじゃったよ。君来るんだ。どうせ部活で登校するしさ。うん、そうなの。ありがとう、嬉しいよ。いや、先生面白いしさ。すっかり人気者の先生になったな。よろしく。頑張ったもんだって、みんなに愛想振りまいて。評判がいいのは嬉しいけど、どうしよう。札幌調査、ん、仙道さん、え、仙道さん、安藤正志たちは札幌に行ったのか。そう、札幌に、去年9月7日 JMA の新千歳空港行きの便を使ったことが分かったの。でもその後どこに行ったかつかめなくて。貴重な情報だ。俺が早速調べてみる。お、仙道さん使える、有能記者。でもこのフラグ確実に消されるよ、仙道さん。服装、よし、必ず手がかりを見つけてみせるぞ。協力感謝する。気をつけてね。何か分かったら私にも教えてください。分かった。君も何かあればすぐ連絡を。うん、これで歩行をやっても大丈夫。仙道さん任せか。お姉ちゃん見つかるといいんだけど、頼んだよ仙道さん。いや、でもああいう記者はちょっと信頼できるな。何よりかっこよかった。ビジュアルがいい、ビジュアルが。成績つけたらこんなに遅くなっちゃった。夜の学校ってやっぱり不気味。早く帰らなくちゃ。あれ？まだ明かりがついている。あそこってギャラリーだっけ？なんだろう。女装した変態がナイフ持って踊ってるかな？それセイ君の歌だ。確か閉鎖されてるって聞いた気がするけど、どうしたんだろう。あれ？芸学棟の前にいるのは英次郎！英次郎、ほんと怪しいな。何をしているんだろう。いなくなっちゃった。芸学棟に入っていった。どうする。追うしかないよね。英次郎怪しいもん。行こう。怖え、あいつ怖え。英次郎見つかんない。今ギャラリーの窓のところへ人影が動いた。窓の外に誰か張り付いている。まさか幽霊なんて。見間違い見間違い。ほら誰もいないじゃん。怖い怖いと思ってるから幻なんか見ちゃう。ああ、早く帰ろう。うん。にしても英次郎先生ってよくわかんない人。あ、本当に帰っちゃうんだ。空港に行った日の朝の一体何だったんだろう。いつもの先生とは別人みたいだった。そういえばパーティーでも見かけた。なんか英次郎先生って私の周りによくいるような気がする。めっちゃ重要人物なんだろうな。ただな、どういう意味で重要人物なのかはちょっと想像がつかない。ん？何今の音。誰かついてきてる。まさか。うん、でも
いる、絶対いる、すぐ後ろ、誰なの、どうしよう。おおおお、やられる前にやる。どうしよう、下ちょっと面白いな。いや、英次郎でしょ、英次郎だと思うんだけど、やられる前にやる。女は根性だ、えい。うわあれ、この声お前かよ。山本先生、変態ソウルメイトじゃん。ひどいじゃないですか。ひどいって、どっちが背後、そっちが背後に忍び寄ってくるから、一体何なんですか、変態こら。忍び寄るなんて。潰してやる。僕はただ握りつぶしてやるんだから。先生が帰るのが見えたから。女の子になりなさい。あ、ちなみに僕は今まで体育倉庫の片付けをしてたんです。あれ、英次郎かと思ったんだけどな。それにしても偶然こんなところで会うなんて、やっぱり僕たち、うん、相性がいいんだな。おお、そうだな。そ適当、適当に。いい、おお、そうだな。結構です、一人で帰れます。まあまあ、そう言わず。山本先生若いな、なんかアグレッシブだな。冗談じゃないわ、生徒の家に住んでいるだなんて知られたら大問題。あ、そうだよね、そもそも家を知られちゃまずいんだよ。結構です、本当。お、じゃあ僕の家に来ませんか。バカこら。そうしましょう、みんなに紹介しますよ。みんなにって何、家族にってこと。絶対遠慮します、断固として。みんな喜ぶだろうな。知らねえよ、お前の家族なんて。妹の花見のことは前に話しましたよね。いや、聞いてない、聞いてない。さ、こっちです。え、山本先生家行くの。こうなりゃ逃げてやる、全力ダッシュする。あそこに怪しい人が。おーおーおー、ダッシュ。こう見えても足にはちょっと自信ある。先生、どこへ。体育教師相手に負けるか。結構ですね。よーし、こいつ危ねえよ。こいつ危ねえよ、ほんと。山本追いかけてきた。やべえやべえ。いやー、あ、でも 家まで来ちゃったよ、大丈夫。なんとか逃げられた。もうダメかと思った。勘弁して。あ、変態はなんとか巻いた。無駄な体力使っちゃった。ただでさえ忙しいのに。あ、和也くんから。どこだ。今家着いたよ。玄関だよ。ちょうど帰ってきたとこ。いいタイミングだ。コーヒー。もう今山本どころ、山本に襲われてそれどころじゃ。自分の部屋から電話しているのか。はいはい、すぐにお待ちいたします。人使いの荒い雇い主なんだから。うん、コーヒーね。でも和也の好感度も今回は結構上がってるから、あとはお風呂入れて洗い物して、アイロンがけ溜まってた。結構お頑張るよね、セイキュン。わあ、いきなり出てこないでよ。目の前にいたのに気がつかなかったのは君だよ。疲れてるんじゃない、山本のせいでな。そんなことないよ、ちょっとね。そんなことないよ、強がっちゃって、うん、いいね、今の強がっちゃって。屋上に行かない、二人きりで。割と気に入ってるんだ。何するの、ちょっと静かな場所だから。セイキュンがっつり来てんな今回。やっぱ一緒にバイオリンのあれ見たってのも大きかったんだろうな。本当に随分頑張ってるよね。なんか誰ルートとか気にせずに、やっぱいろんなところにアクティブに行くのがいいっぽいな、これ。そんなことできないよ、私はお姉ちゃんを探さなくちゃいけない。あのさ、こんな風に考えたことない？うん。自分がいなくてもお姉さんは平気だって。どこか遠く、君のいないところで幸せに暮らしているんだって。なんでそんなこと言うの、ちょっとセイ君。それはそんなことない、そんなことない。うん、だってお姉ちゃんは好きでいなくなったわけじゃないもん。そうだよね、絶対何かしらのでっかい理由があるんだよ。自分が納得して家を出て行ったのは、私たち家族に絶対説明してくれたと思う、そういう人だから。でもそうじゃなかった、お姉ちゃんは好きで消えたんじゃない、帰ってきたいって思っているはずだよ。
そっか。安藤正志がチンピラだからな。いやでもどうなんだろう、更生したのかな。頑張ってお姉さんを探そう。僕も協力するから。お、本当？いやでもセイ君なんでいきなりそんなことを言い出した？そろそろ部屋に戻ろうか。なんか知ってんのか？風も吹いてきた。何？僕は君が来てくれてよかったと思ってるよ。お？いろんな意味でね。いろんな意味？さあ、行こう。意味深。セイ君励ましてくれたのかな？ありがとう。いろんな意味、なんだろうね。あ、家政婦か。よし、家政婦やろう。家政婦やって今回終わりにするか。先生パートじゃないや、ああいうバッドエンド的なのってまた来るのかな。だったらやっぱちょくちょくセーブしていった方がいいよね。いやー、これは大変だな。よし、家政婦やろう。リビング、リビングと洗濯とキッチン、セイ君ルーム。なるほど、珍しいな、セイ君の部屋。じゃあまず家探しいやー、もう家政婦と言ったら家探しだから。でね、今回ね、なんかね、あ、でアイテムなんか使っちゃったっけな。なんか何回か見つかっちゃって、あ、アイテム使っちゃったんだよな。お、見つけた。でもいきなり見つけた。おじいさんとおばあさんの結婚報告はがき。あ、でもこれ前も見つけたね。持っていこう。よし、後で鍛冶屋に見せるぞ。よしよしよし。じゃあ頼まれてるものをリビングにでも行くか。リビングの掃除をやっておこう。掃除。またマヨネーズ。誰だ、いつも毎日マヨネーズマヨネーズ床に落としてるやつ誰だ。切ったね。ガムは冷やす。もうね、覚えてきたよ。自分の汗を染みつけたいところだけど、さすがにさすがに気持ち悪すぎ。周辺から中心へ。そうだね。叩くように。ほら、もうバッチリじゃん。髪の毛は取る。バッチリでしょ。よし、家政婦としてできてきたぞ私。なんか自分の部屋の掃除もしたくなるなんかね、いろいろやりたくなる。あれ、あとなんだっけ、セイ君の部屋と、あ、洗濯ね。洗濯キッチン。じゃあ洗濯。しっかりやりましょう。洗濯をする。分けて洗う。ジーンズ以外はね。色落ちは塩。あーか、塩なんだ、知らなかった洗剤と同量。色ムラをつけたくない。裏返しにして洗った方がいい。裏返しにしよう。どうやって干そうか。きちんとつる。おお、バッチリじゃん。アイロンかける。あ、アイロンかけない。そっかそっか、アイロンかけなくていいのか。なんだ、5分無駄にしちゃった。なあ、でキッチンに行きたいけど誰かいるか。なんならキッチンにカズヤいないかな。カズヤにトラウマアイテムを見せつけたいんだよね。ちょっとカズヤ探しもしたいんだけど、今誰がキッチンにいる。ああ、イオリ様か。まあ普通にじゃあ会話を。家柄について教えて。
はい、ありがとう。ごめんね、スキップしちゃった。歌舞伎ね、歌舞伎の家柄で、カズヤ、うわー、なんかいっぱい出てんな。ダイニングにでも行ってみるか。カズヤ、お、カズヤ、ちょっとトラウマアイテム見てよ。うん、見せる。はい、結婚はがき。でもこれ前もやったよね。掃除してたら偶然出てきたんだよ。矢探しなんてしてないからね。いつの写真？これがね、いろいろ。あれ違った。選択間違えたかな。あれどこのホテルが良かったんだっけ。あ、そっか、ちょっとミスったっぽいな。キッチン、後片付け、掃除をする、湯につけるで顔の油で拭く乙女がいるかよ。いやでも美少女の顔の油だからな、言うても。いや気持ち悪いなどんなに美少女でも顔の油で洗濯してる獅子王誠じゃん人の油を使ってなんかやるって怖いよ。グレン・ラガンが、グレン・ラガンじゃない、グレン・カイナが使えるようになっちゃう。グレン・ラガンはアニメだ。あれグレン・カイナでいいんだっけ。グレン・カイナだよな。そうだよな。でもこれで全部終わった。あ、違う違う、セイクンルームか。とりあえず終わらしちゃうか。セイクンルーム、セイクンのお部屋おしゃれだな。矢探しはいいよ、セイクン矢探しはいいよ。危ない危ない。セイクンのお部屋を掃除、銀のアクセサリー、重曹か。重曹って本当に便利だよね。何にでも使えるもんね。金のアクセサリー、わかんない。洗剤、あ、洗剤なんだ。革のバッグ、靴用磨き、ああこれでいいんだ。仕上げるためにハンドクリーム、ハンドクリームでしょう。そうだよね。エナメルの小物、少量だよね。 CD がたくさん、整理するか。いやでも CD の整理とかって俺人にやられたら嫌なタイプなんだけどな。自分なりのこうごちゃごちゃしてても自分なりの順番があるんだよ自分では分かってるんだよ。行く場所が特にないな。ピアノルームの立ち聞きでもしてくるか。お、なんか珍しい組み合わせだな。カズヤとセイ君立ち聞きしちゃうよ。家政婦の特権、もったいないな、それだけ弾けるのに。買いかぶりすぎ、この程度なら世の中にいくらでもいるよ。俺の耳を侮るなよ。今までどれだけの演奏を聞いたと思ってるんだ。あれ、ちょっとこの二人いい感じ。お前なら絶対世界的なピアニストになれる、自分でも分かっているんだろう。いいんだ、ピアノは趣味レベルで、その方が楽しいから。まだ帰らないのか。帰らない、帰らない、どうしても僕が邪魔なら出ていくよ。部屋は空けるし、いることは構わないか。いいのかそれで。なんだろう、どこ、どこを、なんだろうね。あ、カズヤが部屋、あ、いや、カズヤじゃないな、多分。さっきまでセイ君の部屋にいたカズヤだから、多分このダイニングにいるのがカズヤなんじゃないのかな。違うかな。あ、朝日だった。
呼び捨てにしちゃった朝来だった。うん、体重について教えて。69キロ。あ、身長まあでも普通ぐらいかな。でも他のみんなよりはやっぱ若干肉付きがいいというか、キッチンにでも行ってみる。キッチン朝聞くんかな。カレー作りゲームやる。あ、カズヤだ。カズヤくんお話しよう。ほらいいぜ、喜んでっていうリアクションになってるもんな。カズヤが相当出れ始めてきてる。服装について教えて。うん、制服の話とか、あのアメリカンポリスみたいな。ラ・プリンスに選ばれた以上あの制服を着ざるを得ない決まりだからな。非常にバカバカしいことだが、イメージに合う服を作るためデザイナーと面談までするんだぜ。俺はラ・プリンスを2回やっているから、去年の面談は断らせてもらったが、ああいうのに付き合っているとつくづく昇恵学園は平和だと思うぜ。平和かな、闇が深い学園だと思うけどな。ラ・プリンスの、しかもディアデームに選ばれてるわけだもんね。トップ、ディアデーム、ディアデームだから、あのちょっと特殊な制服なんだよね。どこ行こう。この辺の廊下とか、あ、いや、リビングとか誰もいない場所に行ってみて、アイテムゲットないかな。あ、なんもないや。故障とかが落ちてれば。どうしよっかな。行く場所ねえな。洗濯部屋には誰がいるんだ今。行く場所がな、あー、カズヤか。カズヤくんお話しよう。いいぜ、喜んで。喜んでくれてるもんね。体重について教えて。カズヤくん何キロ。61。ほー、60でも、いや軽いな。軽い。俺としては体力不足で倒れさえしなければ何だっていいんだが、そもそも自分の体なんてそんなに見る機会ないしな。カズヤ、アロマやろうよ。アロマやりたいんだけど、カズヤ部屋に戻んない？いまだにね、アロマ何回かやってるけど、マックスまで入ったことがなくて。あ、カズヤの部屋で立ち聞き、行ってみよう。カズヤとイオリ様、立ち聞きしよう。何を話してる？はい、これ今月の光熱費と食費、僕と朝日とセイの分ね。サンキュー。何度も言うが、光熱費は払わなくてもいいんだぜ。そうはいかないよ。ただでさえ家賃を免除してもらっているんだ。光熱費ぐらいは僕たちにおごらせてくれよ。まあそれで日休むなら好きにすればいいが。そういえば麦ちゃんはどうしているんだい。あら、私の話題？ちょっとやだ。あいつから金をもらう気はない。なんといっても無一文なしのみだからな。なるほど、優しいね。そうだったのか。ありがとう、和也くん。お、いい話が聞けたじゃないの。あ、でもこれで和也が部屋にいるから、今和也の部屋に行ったら確実にいるでしょう。よし、アロマチャンス。カズヤ来たよ。出張アロマサービス。マッサージ？もちろんよ。任しておいて。なかなかあれマックスまで持ってくの難しいんだよな。ああ。じゃあ今日の気分は？仕事が山積みなんだ。今日は徹夜かもしれない。なるほど。眠気を覚ますような何かか。あ、安定集中かな。あ、いや、興奮さ、は、発奮させちゃう。あ、情熱、いや違うか。
集中かな、集中だな、うん。ラベンダーで行こう。興奮させるよりこっちがいいよね。下の方か。よし、もみもみタイム。イヒヒヒヒヒ、イケメンの、そうそう、イケメンの背中や。イケメンの背中を合法でもみもみできるだなんて、バッチリバッチリ。この辺もどう？そうだ。でしょでしょ、いい感じでしょ。お、来た。ラベンダーハーフテンタイム。なんだこの匂いは。あ、でも違ったっぽい。興奮させた方が良かったかな。今一つ。あれ？あー、ちょっと失敗だったなこれ。そうそう。あららら。BGM いいよなこれ。あ、違う？あれ今日和也難しいね、おい。あ、違うか。なんかそこは違う。何、どこ触ってんだ、いやらしい。あ、違う、ダメだこれ、全然だ、やべ。そうそう、あー、いまいちになっちゃったな、これ怒られちゃうかな、逆に。センスはなかったが努力は買おう。はい。すいません。くそー、そっか、やっちゃったな。それにしてもお姉ちゃんのことちょっとずつだけど分かってきてよかったよ。昨日は一緒に行ってくれてありがとう。あ、あの空港にね、一緒に行ったからね。解明の道が開けてきたのはお前が諦めずにやっているからだと思うぜ。これからも頑張れよ。お、いいね、カズヤ、デレカズヤ、いいね。だいぶカズヤもね、心を開いてきてくれてると思うんだよね。今この廊下にいるのカズヤじゃないかな、場所的に。うん、ほらもうカズヤ尽くしだよ。和也くん、お話しようよ。女性について教えてよ。こんな女の子は嫌とか。自分の意見の何やつ、何を考えてるのかわからないのは苦手だ。かといって意地と意地を勘違いしたようなのも困るがな。難しいこと言うな、この男は。ああ、もう時間だ、終わっちゃった。うん、まあまあまあいいでしょう、全員お使いもこなせたし。そこの家政婦パートがね、結構大変だったんだよね、ずっと。よし、バッチリ。でもここでゲージを上げるのが結構重要だからな。ほいほいほい、全員やったよね。朝輝くん、あれ朝輝くんなんだっけ。いや、やったよね。うん、せいくんのお部屋もやったし、 あキッチンね、キッチンも私の顔で掃除しといたから、私の顔の油で掃除しといたから。この家を私尽くしに、私ずくめにしてあげるんだからね。よし、バッチリ。よし、じゃあこれでもうちょいやるか。6月27日。ん？もうお昼。それじゃあお先に失礼しまーす。もう夏休み？もしかしてこれ。成績もつき終わったし、あとは3日後の終業式を待つだけ。あー、それで夏休みパート突入か。正直北欧のせいで夏休みが使えないのは痛いけど。先生、ごきげんよう。夏休みの北欧、ごきげんよう、楽しみにしてますわ。大人気じゃん、もう鈴原先生。みんなまたね。馴染んできたね。ああやって言われちゃうと頑張んないとな。なんて、もしかして私少しは先生っぽくなってきた？いや、来てると思うよ。あの方が教師にふさわしいとは思いませんわ。とわこ、とわこか。
遊楽院さん一緒にいるのは、あ、カズヤと一緒に、お、これは近づくか、近づいてみよう。あ、下がったな、今下がったな。どうしてあの教師をかばうんですの。そっか、トワコはね、カズヤと二人きりでいるところを目撃してるから。彼女を学園長に推薦したのは御堂様だと聞きました。一体なぜですの。うん、あんな無能で低俗で画法もろくに教えられない人間をめちゃくちゃ言われてんじゃん、めっちゃディスられてんじゃん。俺も聞きたい、なぜ彼女がそんなに気に入らないんだ。この学園にふさわしくないからですわ。なんかトワコちゃんがね、だんだんすごい可愛く思えてきたんだよね。いつか学園の名誉を傷つけます。こんなこと言いつつ、どうかな、生徒の評判もいいし。いや、トワコちゃんをよくやっていると思うが、デレさしたいな。え、少なくとも生徒の一人であるリアン愛子は彼女に命を救われた。でしょ、そうだよ、愛子ちゃんの件、それだけでも立派なことだと思うがな。てか和也がこんなめっちゃ褒めてくれてる。やっぱりかばいますのね。なぜですの、なぜあんな女御堂様が気にかけるに値しません。俺が誰を気にかけようと俺の勝手だ。うん、いいえ、御堂様はもっと。もっとなんだ、どんな女なら俺が気にかけるのか。いやー、もうこれはトワコの嫉妬だな、完全に。もっと優れている、あ、かわいい、かわいいな、このオファー隠しちゃって。私、おわ、私のような、攻めた、攻めていった。私なら御堂様のお役に立てます。御堂様のためなら何だって。でもトワコイケメンなら誰でもいいの、いいみたいな。あ、違うの、カズヤのこと。それは違う、あんたは誰でもいいんだろ。あ、地位があり金があり他者から優れていると判断されるような人間であればそれでいいんだ。カズヤめっちゃ言うじゃん。俺でなければならない理由などあんたは持っていないはずだ。そんな、これいいね、ここサムネにしようかな。うん、あ、泣いちゃってんじゃん。ここサムネにしよう。意味深、何があったこの二人の意味深なカット。すみません、失礼させていただきます。失恋のトワコ、いやだってラ・プリンスに詳しすぎるんだもん。これは話しかけよう。カズヤごめん、今の話聞いちゃった。礼儀を知らないやつだな。めっちゃ私褒めんじゃん、カズヤ。カズヤ、私めっちゃ好きやん。なんでかばってくれたの。別に、俺は事実を言っただけだ。かばったつもりはない。ウェイウェイウェイ、カズヤ、ウェイ。なら、俺は帰るぞ。いやー、トワコに遅くなるからな。トワコの脳が破壊されていく。トワコの、いや、いいな、トワコの脳破壊。あんなこと言ってるけど、かばってくれたのは事実だもんね。いいやつじゃん。そう、一緒に暮らしてる4人はなんだかんだ言って悪い人たちじゃないんだ。昇恵学園に入るための交換条件で始めた家政婦だったけど、私この人たちと仲良くなりたい。本当に、そう思う。おー。なるほど。あ、あ、終わったー。ひと夏の体験。ひと夏の体験、やっとここから第3話なんだ。やっと終わったよ第2話。あ、じゃあここでセーブして今回ここまでにしよう。長かったな、第2話大変だった。ひと夏の経験って何、何、何しちゃうので、サムネが夏みだったな。へー、夏休み、ひと夏の経験、なんだろうね。とりあえず札幌に、あの、記者の人に、池叔父の人に、お姉ちゃん調査を頼んでいるのと、自分は歩行に出ないといけないのか、学校に。いやー、ちょっといろいろとバッドエンドになっちゃったりで大変だったけど、ちょっと進んだなー。いやー、今後、トワコがどうなるか。
あいつの目の前で和也くんとイチャラブしてやるんだから。今回はこの辺でご視聴いただきましてありがとうございました。